皆さんこんにちは。民主党の広報委員長を務めています参議院議員の林久美子です。本日は5ミニッツ民主番外編ということで、東京大学社会科学研究所教授の大沢真理先生にお越しをいただきました。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大沢先生にはずっと長くですね、民主党の子ども政策などについてもご指導をいただいてきたわけですけれども、今回、急な解散総選挙という中にあって、いろんな調査を見ているとですね、これも最近ずっと同じ傾向なんですが、やっぱり社会保障って国民の皆さんの関心って高いんですよね。で、この安倍政権が始まってから2年と、この間の社会保障政策についての評価というと、先生いかがでしょうか。はい、二言で言ってですね、一つはネグレクト、もう一つは虐待です。ネグレクトと、放棄と虐待ということですが、もう少し詳しくお聞かせいただいていいでしょうか。社会保障に関しては給付だけではなくて、負担の面、社会保険料負担、それから税負担ということも合わせて考えないといけないと思います。そして社会保障全体について、福田康夫政権の頃から共有されている流れとして、日本の社会保障制度には機能強化が必要だということがあります。で、これは民主党政権はもちろん安倍政権になってからも社会保障制度改革、国民会議などで提言されました。しかし安倍政権の骨太の方針を見ますと、社会保障に関しては、効率化、適正化、つまり負担を増して給付をカットすると、こういうことしか書いてないんですね。で、同時に実際に立場の弱い人、所得の低い人、子どもや高齢者への負担を増すと、こういう計画が目白押しになってます。で、これを虐待と言いたいわけです。それで、ネグレクトと虐待ということなわけですね。はい、で、この日本という国はその再分配機能が非常に歪んでいるような気がするんですけれども、とりわけこの貧困問題ですね、深刻だと思います。アベノミクスによってですね、ネグレクトと虐待のアベノミクスによって、この重要な貧困問題というのは解決に少しでも向かうんでしょうか。これも民主党政権の成果の一つですけれども、ご承知のように子どもの貧困対策法が13年6月に超党派でできまして、これに基づいて子どもの貧困対策大綱が8月下旬に閣議決定されました。しかしこれが非常に無内容な大綱でして、これでは子どもの貧困は改善されないというふうに多くの人が感じています。本当にポーズだけですね。はい、先生、今回こちらのフリップをご用意いただいたんですけれども、ちょっとこれについてお話しいただいてもいいでしょうか。はい、世の中でよく話題になっているのは、実質賃金の対前年同月比だから、今12月ですけれども、去年の12月と比べて上がったか下がったかっていうデータがよく報道されています。にもかかわらず安倍さんは賃金は上がっていると上がっているはずだって言い張ってるので、これは決まって支給する給与の月ごとの指数で見てみました。で、リーマンショックで大きく下げ、で、民主党政権の間は上がり下がりはありますけれども、ずっと保ってるんですね。で、それが安倍政権になって、鶴瓶落としのように下がっているということですから、前の年の同じ月と比べるっていうだけではなくて、月々の指数で見てもこんなに下がってるっていうことですね。これでは景気が悪くなるのも当然だと思います。で、貧困問題の解決もなかなか遠い、そしてこの賃金の問題もなかなか改善しないと。先日厚労省が実質賃金が16ヶ月連続でマイナスになったということをまた報道してましたけれども、こうした中でですね、やはり私たち民主党というのは豊かな中間層を復活しなくちゃいけない、強い人だけが強くなるんじゃなくて、弱い立場の人たちも温かい光がちゃんと当たる政治にして、ボトムアップでやっぱり世の中を良くしていきたいというふうに思っているわけなんですが、先生、本当の意味でですね、政治の仕事って一体何なんだろうかということだと思いますけれども、このあたりはいかがでしょうか。はっきり言ってですね、民主党の政策を表すとすればボトムアップだと思うんです。分厚い中間層という時に、その中間層から滑り落ちた人たちというのが大量にいると。で、ここを上げていくっていうのはボトムアップの手法なんですね。それに対して安倍政権というのはトリックルダウンと、強いもの、豊かな人を潤せば潤いが下まで滴り落ちるっていうことですけれども、それはもう
効いていないんですね、政策として、うん、でこの間の経済成長を、どういう要素が経済成長に貢献したかっていう、あの要素別に見てみますと、実は民間最終消費、家計消費です。で小泉政権の頃から、第一次安倍政権にかけてというのは、輸出が経済成長を引っ張る役割を果たしていたんですけれども、2008年から潮目変わりまして、輸出はほとんど経済成長を引っ張ることができない状態になりました。これはあの生産の海外移転等関係していると思います。で変わってもう一度出てきたのが家計消費です。で家計を下から潤さない政策というのは景気も良くすることはできないというのが非常にはっきりしてきたと思います。そうした意味では、本当にこう今回の2年間でも輸出は増えなかったわけですし、しっかりと私たちはボトムアップの政策で、まさに中間層からこぼれ落ちたところも含めてここを厚くするような政治をしっかりと民主党としても行っていきたいというふうに思います。特にですね、子どもの部分なんかについても今の安倍政権は冷たい気が私するんですよね。そうですね、ネグレクト通り越して虐待です。また小学校1年生35人学級にせっかくなったばかりなのに40人に戻すなんて言ってるわけですから。そうですよ、ね、だから民主党政権の時にやった高校の授業料の無償化も、35人以下学級も今次々と壊されててですね、やっぱりこういうことにきちっとブレーキをかけて、本当にボトムアップの政治をしていくと、これが本来の政治の役割であるということをもう一度私たちも心に刻んでですね、しっかり頑張っていきたいというふうに思います。本日はお忙しい中、大沢先生にお越しをいただきました。どうもありがとうございました。